いけるかな。ちょっと待って、いきますよ。こんにちは。今日は超人シリーズ第2弾ということで、180の開脚から立ち上がれるかに挑戦していきたいと思います。これ第2弾ってことで、もう第1弾はやったんですよ。ヒューマンフラッグで人を乗せれるかって、まあできなかったんですけど、この超人シリーズのコンセプトってのは、今はできないかもしれないけど3ヶ月必死に努力すればできるかもしれないっていうのもそもそも選んでるんで、まあ、今回もまあ厳しいでしょうね。これできたら超人ですもん。これほら、あのこの動画ね、シルクドソレイユの人ですけど、最初見た時、いやこれめっちゃかっこいいなと思って、私ね3ヶ月間でこれ絶対できるようにしてきますから、今日ちょっとやっていきましょう。でちなみにこれ超人シリーズね、あの僕ね5つぐらい同時進行でやっていこうと思ってるんで、ヒューマンフラッグもあの今必死で練習してますし、ヒューマンフラッグ2ヶ月後ですね。でこれコンセプトがまだあって、やっぱね、僕が信じてること、悟空がベジータに言ったように、落ちこぼれでも努力すりゃエリートを超えれるっていうね、あのそれ僕信じてるんで、あとルールとしては、あの筋トレのジャンル、もう一個は世界の誰かがインスタとかフェイスブックでねやってるやつ、ね、これ誰もできないのできちゃったら超人超えちゃうんで、まあ、とりあえずねやっていきましょう。見てください、これ買っちゃいましたよ、滑るやつね。パッケージ今見えてない。これ買っちゃいましたよ、バランスワン。ちょっと開けましょう、これを。楽しみだなこれ、まあ、もちろんこんな、ね、こんな床じゃほらできないから、シルクロソレイユの人どうやどんな床だったかなみたいな。おじゃじゃん、うわ、なんかめっちゃしっかりしてる。よし、あれ、うわ、すごい。おお、ちょっと広げましょう。これね、うわ、すごい、思ったより、あのここがなんていうか、プラスチックっていうか、硬い。あれ、よし、あれ、思ったより長いな。あれ、大変長いな。お、見てくださいよ、これめちゃ滑りそう。これならいける。まだあれですね、丸まった癖が。よし、これ防護力ついてるから、これ使ったらだいぶいけるんじゃないですかね。あとこれね、ほら靴だと全然滑んないですから、なので靴に履くやつあるんですよ、靴の上の靴下みたいな。行きましょう。よし、おっ、すごい、こうやってと、いや準備整いましたよ、これ。うわ、なんかでも思った以上に滑るから、ひょっとしてなんですけど、いきなりあの多分180度から行くのはやばいんで、まずちょっとゆっくり下ろしましょう。ゆっくり、あれ、これそもそも足当たっちゃうかな。いきますよ。あ、待って、あれ、あー、やばい、アップがいるな、これ体温まってないのやばい。よし、まあ今ゆっくり下ろせたんで、これ第一段階クリアじゃないですか。そうだな、え、立つ、ちょっと待って、待って、マジいけるかな。ちょっと待って、いきますよ。
あ、ちょっと待って俺やっぱ切れそう筋断裂ちょっと待ってあれですね。まず半分いきましょう。半分こんぐらい。これですね。いきますよ。手の力だな。あ、いけるね。これあれです。もういかにこう大胸筋と腕の力でガッといくかで、足でやっちゃうとまずいですね。筋断裂する。もうちょいいきましょうか。今何度ぐらいだったかあれですけど、こんぐらいかな。こんぐらいいきましょうか。いきますよ。よし、いいんじゃないですか。だいぶいいんじゃないですか。今何度ぐらいかな。あとこれもう一個気づいたんですけど、内側でつま先まっすぐにしてこう内転筋で持ってきちゃうと結構やばいですね。外にしてハムストリング側でと閉じてきた方がまだ安全な気がします。もうちょい開きましょうか。ちょっとこれあれですね、ちょっともうサーカスっぽく連続でいきますよ。いきますよ。いけるかも。ちょっとごめん。やばい。アップが必要。アップ。よし。これ付属してたんですよ。これ使えってことだと思うんですよね。最初から無理しすぎると切れちゃうんで、これでだいぶ。お、だいぶ変わる。よし、もう超人シリーズのコンセプト的には一発目でできちゃうのもあれなんですけど、ちょっと本気で次やりますよ。よし、じゃあいきますよ。これ本気でいきます。マジで。よし、集中、いけるよ。マジでいくよ。よし、うわー、見ました今、いけたよこれ。どうすか、ちょっと超人っぽくないですか。あ、うわ嬉しい。うわ、しかも思ったより痛くない。ちょ、これいや、もうこれ最後、いや、できちゃったのもなんなんですけど、僕あれですから、これ3ヶ月後にできましたってやろうと思ってましたから、まあそういうのもありでしょう。ちょっともうこれ最後、シルクソレイユっぽくカッコつけてやりましょう。なんか最後さ、すげえちょっとカッコつけてやりたいから、ぐちゅさ回ろうか、回る感じとかでいこうか。後ろ姿から終わって、最後正面でパシンみたいな、最後かっこよくサーカスっぽくいきますよ。どうすか。これあれだな、意外と簡単だな。普通に何回もできそうっすもん。よっ。これ何がいいかって、滑りがいいんですね。あ、いやでもそろそろやばい。オッケー、こういう感じで超人シリーズ第2弾はできましたよ。できちゃうっていうね。まあ
こう1個ぐらいね超人技ができてもやっぱ僕自身超人ってやっぱ思えないんで、これねそうだな5個ぐらい超人技をマスターして、それまた YouTube でねその連続で出していこうと思ってるんですよ。5個ぐらい超人技できたらまあ超人じゃないですか。あとねいくつかねこれ来週あたりまた何か僕やりますから、引き続きねそれも見てくださいね。はい、まあ僕のね最初にも言いましたけど、何事もそう努力すればね超人にねなれると僕信じてますから、これもそうなんですけど、やっぱ180度開脚できるまでにまあそれで時間かけましたよ。うん、今こうねガッて閉じれたのもやっぱ上半身めちゃめちゃ鍛えて上半身に力をねつけたから今パッとできたんでしょうし、何事も努力と根性です。引き続きね、チャンネルの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。